どうもこんにちは、たかしです。今日もゲキビキです。はい、今日の動画なんでしょう。ポケモンタイプ当てクイズ来ましたね。言ってたやつだ。はい、たかしさんがね、なんか言ってたんですけども、ポケモンにはタイプがあると。はい、で、多くて2つあると。うん、で、1つしかない人もいると。うん、それをちょっと当てるクイズと思っております。はいはいはい、はい、ポケモン名前言うんで、何個とはじゃあ言わないです。はいはいはい、あ、むずいよ、そしたら、まあ、ヒントでじゃあ、うん、もらうかもみたいなことでね。そう、はいはい、はい、ただまあ当てたら、ね、2個書いちゃった場合どうします？1個なのに。ああ、それどうする。そしたら書き読だもんね。何個あるの？2個ある可能性があると。1個か2個なの？そう、最新のは知らないですけど、昔のやつは1個か。少なくとも我々がやっていた金銀までは2個ですね。なるほど。じゃあ2個書いて1つ当たった場合はもうマイナス、まあ、それ1点でいいか。1点でいいのか。で、ビタ当てで1しかない人が2当たって1当たったらもう2点じゃない？あ、そうしよっか。1で止めてんだから、その人。2個で2だったら？ 2 個で 2？ まあ2点でいいのか。2点でいいんじゃない？うん、ふわっとしてるけどやろうぜ。あんま分かってないけど、まあいいか。はい、どうせこれ決めても圧で来るんだから。このなんかいざこざで。はいはい、いいよ。よっしゃい。はい、では、うん、ピカチュウ。はい、なるほどね。何を書くんだよ。タイプ、タイプ、タイプって何？何があるの、そもそも。あ、そこからだったら結構俺有利だぞ。うん、だからそもそも有利じゃん、ポケモンは。ね、うん、だからむずいよ、でも全然わかんないもん、こんなの。ピカチュウ版しか2個書けばいいんだよね。いや、でも2個しかない場合もある。マックス。あー、そっか。うん、1の人もいる。じゃあこれと、なんかこんな感じだね、きっと。イメージね、イメージ。では、Kさん。バン。雷とネズミ。雷じゃなくて、まあそもそもこれ電気でいいですか。しかもネズミタイプなんてないね。ちょっと待って待って、ちょっと、あの、そもそもこの人土俵に立ててないから。そもそもちょっとさすがにこれタイプは教えてあげていいかも。さすがにこれ存在しないですよ、両方とも。え、両方ともこんなんないんで。ないの？ちょっと待って、あ、やばすぎる、ちょっと。いや、ちょっと思った以上だったわ。思った以上にKさんが知らない。結構知らないよ、俺。K さんが思ったタイプは見ていいの？じゃあ K さん、ちょっとタイプは知ってあげ、知った方がいいんじゃない？タイプで、タイプ一覧みたいなね。じゃあ今携帯ある？ K さんタイプ、うん、そんなにあれなの？むちゃくちゃだったよな、今。むちゃくちゃだよ、それ。ネズミ、ネズミタイプ。ネズミタイプないですね。ないんだ。タイプだよ。タイプあんま分かってないんだよ。これでいいのかな。あ、18種類そんぐらいだよね。あ、じゃあ今、いや、なんか要は効果抜群とか効果今一つとかあったじゃん。うん、それの話だから。ね、ネズミに効果抜群とかよくわかんないから。バルさんとかしかないから。ネズミ用バルさんとか。いや、わかんない。なんか、なんか、あー、これ、これね。うん、あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。あー、それをそっから選ばない。なるほど、なるほど。ね、はいはい、ネズミなんて全然ね。ああ、ね、オッケー、闇に強いのかな、なんかその悪に。闇、暗いとこ強いしね。ってことだろ。そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃないの。ネズミなんてものはないの。ないんだ。そっからだから、マックス2です。1の人もいるし、うん、2の人もいるし。むずい、俺もでもむずいよ。うん、これと、個人チャンネル作っとる、ポケモンやってみるかって思ってんだよな。もう。そうじゃなきゃ勉強しなくない？そこまでしてやるの。でもやっぱポケモン必要になってくると思うんだよな、俺、漫画ちゃん。あ、まあまあまあ、これか。はい。じゃあ、はい。じゃあ、ケイさん。あ、電気。あ、電気のみ。うん。はい。おう。では、タメスさん。はい、電気のみ。正解です。おい。おい。急に覚醒すんのやめてよ。これ1点。1点、まあいいね。これ2でいいってことじゃないの？あ、これ2点だ。これ2点もらえるの。ってことでしょ？おい。え、1で止めたからね。うん。なるほどね。これむずいね。ネズミはないですか？ネズミタイプは聞いたことないですね。ネズミタイプ逆に何に強いんだよ。チーズとかさ。チーズタイプはいないです。強いとか。チーズタイプいないです。あとやっぱ、ね、ドラえもんとか、うん、ドラえもんタイプいないです。ドラえもんタイプはドラえもんしかいないんで、やっぱりドラえもんかドラえもんズしかいないんで。ドラえもんタイプは。じゃあ次、はい、原価。原価、あれなんかさ、増えるやつもいるよね。金銀になったらなんか増えるとかもいんのよ。何言ってんの？これ怖い。なんだなんだなんだ、すっげえボソッと怖いな。俺は理解してないでやってますよね、これ。高橋さんが20できるって言ったから俺出した方がいいじゃねえか。じゃあよし、これだ。ゲンがなんかあんのよ、あんの。ほんとポケモンによっては金銀になってタイプ増えてるみたいなのがあんのよ。本当？本当？増えてないんじゃないこれ。本当、まあまあいいんじゃない。じゃあそこを見てる。これは書いてある。俺が見てるページのやつよ。いいんじゃない。むずいってそれ。まあ俺も詳しくないから何とも言えないんだけど、ありますよね皆さん。そうなんだ。確かその金銀になったら追加されてるみたいな。いや、金銀からタイプが増えたのね。ああ、そうね、それ増えたって書いてあって、第二世代から増えたものもあると。そう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 。それは多分書いてくれてるんじゃないかな。そうだよ。
じゃあ大丈夫ね。大丈夫だよ、うん、はい、信じよう。はい、じゃあちょっと自信ケイさん、バーンとは言いつつ自信ゴースト悪高橋さん、はい、ゴースト正解は、うん、ゴースト毒、毒か。こうなった場合はこれ俺言った場合は2人とも1やね。あ、でも2個書いてる方がいいよな。うん、でもいや、こっちの方が書き得だもんな、うん、でもそんなん別にでもリスクがあるわけだからその1個だったパターンの時のリスクは取りに行ってるわけだから別にいいんじゃない、1点とし両方1点。もうそうかでしょ、確かにリスクは取りに行ってる。いやいやちょっとでもそう3つ書くとかないじゃんね。そう3つは書いてないよ、俺だったから。3つ書いてたら言っていいよでしょ。それは言っていいよ、言っていいよ。確かにそれは言うか。じゃあ1ね、よしよしよしね、よしよし、成立してんの今回の。なんかうーん、平気、全員ふわっとしながら。まあ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 、まあ、まあでも楽しいよ。高橋さん発案企画ですって、あのやめろややめろや。デカデカと乗せるな。デカデカとなんかやばい雰囲気になったらあのピントンで高橋さんの発案の企画。俺を前にこう出すなよ。背中を押してわーって。なんで俺矢面で立たされてるとこ。いいよいいよやめてよ。いや別に俺企画しなくてもやってたのかも。いずれやってたよ。では次、はい、スターミー。うわー、 あ、でも俺覚えてる、俺覚えてる。覚えてるっていうのありなの、K さん。そんなのあり、ずるくない。K さんだって強いから、ちびまる子ちゃん覚えてたろ。そういうこと、別にそういうことだよ。ちびまる子ちゃん覚えてるやつと覚えてないやつの差だよ。ずるくない、それは。別にずるいよ、ずるって言うなんじゃん。あ、それ押してみれば、そのペンで画面ちょっとね、これここでこれドゥドゥドゥって、これタッチペンかもしれないから。違うよ、北谷さんだ。危ねえよ。そんな危ねえよ。いや、やんとけ。やで、カムさんだ。え、わかんないな。どういうこと？この人見てやってんの？タイプ別にこれ、タイプ一覧を見てるだけですからね、皆さん。調べてないから。でもどういうこと？ネズミ、雷。両方違うんだから。雷なんてないんだから。はい。そのままこれ見せずにやってもおもろかったね。おもろかった。Kさんオリジナル。Kさんオリジナル。一個も当たんないけどね。では Kさん。バン。水、フェアリー。フェアリー。なるほどね。はい。タラシさん。これだと思う。バン。水、エスパー。正解は、水と。エスパーです。よし、うおー、やったぜー。シュウさんってやっぱ偉いですよね。俺が送ったやつがさ、うん、このうち悪鋼は日誌は第二世代から、うん、フェアリーは第六世代から追加されたものであると書いてあるのに、ちゃんとフェアリー入れるとこが偉いですよね。ただ読んでないだけで。その注釈を。第六世代って結構後だね。ねえ、フェアリーはむしろそれまでないんだ。関係ないの？ごめんなさい、あのフェアリーは多分ギンギンないんだけど、ね。悪鋼も関係ないの？悪鋼はある。あ、赤鋼は俺覚えてる。本当だ、うん、なんかね、第二世代だけもしかしたら追加されたのもあるのかもしれないね。うん、じゃあフェアリー使ってみなかったんだ。そう、え、今の計算1点1でいいんじゃない。なんかラッキーだね、1点。なんかじゃあフェアリー俺に入ってフェアリーチャレンジ得点ない、ない、ない、ない。勇気勇気、勇気勇気ポイント。勇気買いたいな。勇気ポイントなんか買ってよ、これ。なんで勇気で点数入んの、これ。そんなやったら最初のイカズチとネズミの方が勇気あるよ。タイプ知らねえよ。5点もらっていい。あれ5点あげたいから勇気ポイントあるならね。勇気ポイントあるならね。5点。じゃあ次、ダグトリオ。誰に第に強いとかあるんじゃない。あれだ、それはタイプだよね、多分。タイプだ、そう。そう、本当にそこまで知らないんだけどさ。一応忘れてんだよね、多分。だからその水に草とかそういうこと。水に草効果抜群や。水に電気効果抜群や。それの効果抜群だよ。効果抜群とかその、それよ。なるほどね。今分かったんかい。これ何つったっけ。もうジジイとやってんな、今日。ダグトリオかな。ポケモン界の時だけなんか20歳ぐらい年取ってる。分かんないから脳内年齢すごいでしょ。分かんない言葉が結構増えてくると、はい、それしきれなくなるからね。明らかになんか、ね、CPU の性能下がってるもんね。なんかダグトリオは、いや俺これ悩むな。これじゃない？ディグダ、ディグダってやつね。ダグダグダしてる。マックのポテト上がった時の音みたいな。ディグダ、ディグダ、ダグダグダグってポケモンアニメ出てくる時言うのよ。うん。あ、そうなんだ。知ってる？知らない。では。メンタルすごっ。計算いきたいと思います。バーン、地面。おお、地面。それはなぜ？あれ潜ってっから。うん。タラシさん。根拠とか別にないよ。俺も地面のみ。あ、2個目はなんかまででいいんですか？違う、違うだ。書いてある。書いてある。これ悩んでない。じゃあこうだよ、こう。書いてないよ、こう。はい。地面。
正解正解、まあ、単品単品単品だ、単品注文通った、1、2点高橋さん強ケイさん、ね、覚えてやってんじゃない高橋さんルイねルイなんでそこまで言われるんだよこれそんなここに何かかかってるわけじゃないでしょ別にやってこないよ別に予習これねじゃあ第二世代も出しちゃうかいいよ分かんなかったら画像見せてあげてでもこれで多分分かんない気がするからそうなんすあーあいつかむずってやつですね、はいはい、うわむずいね確かにだから2個あんのかどうかとかその辺もだよねあいつ何やつナスナスだよ、ね、さん見てなかったナスとか野菜とか書いたそうナスベジタブルポケモン、ね、そうナスのナスってナスだと思ってたなんか水たまりとかさ水玉みたいなとか若いかもしれないそれは今までやってたやつよなんちゃらポケモンってやつやってるんだよなんちゃらポケモンって今までやってたけど それをやってるそれと違いますそれじゃないよね、うん、よしこれだはい待って待って待っていいもうケイさん出した瞬間です向かいとになるなんでだなんでだいいですかなんでだいいです出しますよちょっと待ってなんで早いってここだけ早いって出すよなんでだちょっといいよ分かった出すよ、はい、出すよって言うたのよリグダみたいな言い方はいいいよ出すはいいいよ出すよいいよ出す出すうるせえうるせえ見てないんだからそれよく再現できたバーン、はい、水あナスはやっぱみずみずしい方がね美味しいですよねみナスポケモンじゃないじゃんあれナスじゃないんだよえあれ何なのナスじゃないでしょ、ね、アメーバポケモンじゃないアメーバアメーバタイプないアメーバタイプないよないの高橋さんエスパー正解はエスパーですよし、なんか知ってそう覚えてんのいいのかなちょっと最悪だよこいつシミマルコちゃんの時言ったかケイさんにそれケイさんキャラの名前覚えてるけどいいけどって言ったか覚えてないですか皆さんこれ意味わかんないただのなんか意地悪なやつなんだから意地悪なやつなんだよそれすごいねよく当たんねえあいつエスパー使えんだあいつエスパーだよね確かじゃないんだだからこれアニメでもいたじゃんなんかさビーンとかなんてさなんかエスパー出ちゃってなんか武蔵小次郎が飛んでっちゃうみたいなあったよねあったねあれは何をモチーフしてんのナスじゃないんだあれ何あれあれは分かんないナンスって言ってるからナスじゃねえのかそうナンスアメーバアメーバアメーバでいいいいそうねそうナンスわたあそうナンス水飴水飴あ水飴ポケモンだ違くない多分だけど何ポケモンか調べれば分かんじゃない我慢ポケモンなんかサンドバッグみたいなあでも確かにさスマホの時出てきてこうビシビシあそうだへサンドバッグなんじゃないマジモチーフかわいそうエスパーで溜まってんだだから念力が怖怖激コアポケモンじゃん激コア怖い話みたいじゃんなんかじゃあ次ポリゴンあやっぱまあ恒例の話するとポリゴン現象の話でもやっぱしておきますからいつも知ってますはい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 平さんなったんですよ ねこれ全くなってないんだよならなすぎてずっとそれを真っ暗な目で見るっていう友達と今思うと絶対俺に怒られたもん怖かった ねでも俺たちなんでなんだろうあ剣道やってるからだって話になった友達とあれって朝ニュースになったのかなはいできたあどうだろうね携帯とかなかったもんねなかったからねじゃあ剣さんニュースにすぐちょっと待って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 ポリフォン事件で一回これ騙されてるからちょっと待ってよまだやってんだよおちゃんやってんすよおっさんねってんじゃないちょっと待って最近ひどいななんか当たりがひどいの最近ずっと知ってるからねいつ以上まさか知ってるとは思わないいつ以上はいいいですか、はい、ではケイさんバーンエスパーエスパーで続きだとうんあはい大石さんノーマルノーマル正解よーしもうまた似てんだぞこれ知ってたなんで1、2なんでノーマルなのあれどこがノーマルなの知ってた臭いっすね知ってたっていいだろ別にだってそれ知ってちゃダメなのまずそもそもケイさんも勝てなくないちょっと無理かもしれないねえ6点もうケイさんダメじゃんお父さんも12点12点です11点当たんないよカモネギあネギもケイうわなるほどねいや俺これこれな気がするおいやな焼き鳥のネギのね美味しいですよねネギま食いたくなるなうわいいじゃんカモネギ見てるとネギま食いたくなるよ、ね、怖っカモそばねカモそばカモそばも食いたいカモそばにネギのけるうわいいけどちょっと今言う俺が言い出したけどさ焼き鳥食いたいはい俺これだった気がするバーン飛行タイプ飛行タイプ高橋さんバーンノーマル飛行
正解、ノーマウト飛行。そっちで持ち込んだのかな、高橋さん。違う違う、いいじゃん、別に。いや、これ見て、いや、それでもいいじゃん、別に。やりたいって言ったら。初めから負けは決まってたんだ、ケイさん。ポケモンゲームは大体負け決まってんじゃん。そんな悲しいこと言わない。大体。もうちょっと楽しんで。でもしょうがないからね。では次。うん。ルギア。うわルギア。いや、ルギア。覚えてるわ。ルギア、ルギア。これだったの覚えてる。ルギア、ルギア。ちょっとわかんないなぁ。はい、あれ金銀銀ってルギアだったっけ。ルギアルギア。これクリスタルはその後。あ、わかんない。クリスタルの表紙台だっけ。なんか派生もあるよね。キャタピーなわけないだろ。キャタピーあれ銀はルギア、本当に銀はルギアだよ。で、金が鳳凰。クリスタルセレビー。いや、あの別のキャラ。あれじゃない、あのスイ君のやつだったよね。あった。それがクリスタルか。ああ、そうか。スイ君は金銀でるキャラ。金銀のキャラ。キャタピーではないのね。絶対に。ほう、ルギア。これスイ君。それスイ君。ああ。じゃあスイ君がクリスタル。ああ、じゃあ当たってた。それ何のポケモン？伝説のポケモンよ。キンキンの。本当に知らない人だ。本当に知らないじゃん。やってないからね。じゃあケイさん。バン。はい。飛行エスパー。飛行エスパー。うん。タダシさん。バン。エスパー水。飛行エスパー。おー強い。うわー、しょー。しょー。嫌なやつだぜ。今日一段と2対1。ちょっと圧勝じゃないです。圧勝じゃない。ずっとこっち当たり強くて、最終的にこっち点取ったらウェイってやってくる。小学生いたいそういう嫌な2人組。3人で遊んでて、その経験あるもん、こういう経験。経験あるわ。経験ある。シンプル嫌なやつだよ、だって今。圧勝じゃねえんだよ。ええじゃねえんだよ。払いた払いた。ああ、ひどいな、最近。最近なんか拍車かかってるよ、なんか。ちょっと。最近ひどいよね。最近良くないね。最近良くないね。流れ変えてこながら。そうよ、ちょっと。そのためには食べてた努力も必要だ。最近は最後でそれ。いじめられてるやつ悪いみたいな言い方やだよ、それ。エスパーって強くないのか。エスパー強いよ。みんな持ってない、エスパー持ち。なんかエスパーってやっぱ強かったイメージあるよね。そうなんだ。なんか戦いに。昔タイプなんて考えてやったかな。え、めっちゃやってたよ、めっちゃやってたよ。サクラッカじゃん。見たことないか。理系じゃん。理系なの。この人も理系だけど。あの人理系なの。理系です。見たことないから。いや、理系で俺だって小学生の時からやってた。そのタイプがどうか厳選とかやってたよ、当時。じゃあ次、鳳凰。うわ、対をなすものだからね。そういうことか。確かにね。でも、対なしってことないね。これじゃないじゃん。確かにね。鳳凰ってどんな攻撃してたっけ。それが覚えてないな。それ分かれば早そうだね。うん。引っかくとかじゃん。うわ。覚えたての技だ、最初の。どれなんだろう。これとかなのかな。はい。はい。テイさん。バン。飛行電気。電気。電気。タイスさん。バン。飛行炎。正解。飛行炎です。おお。炎だ。素晴らしい。炎でした。電気じゃないんだ。一二。電気じゃないですね。鳳凰だからまあ。まあなんか確かに炎系かね。そっか、イメージがね。そうか、うん。じゃあ次、はい、エビバラ。うわ、あいつも不思議ですよね。あいつ不思議だね。あいつって何なんですか。エビの尻尾かがなんか擬人化したみたいなこと。そんなポケモンいる。エビの尻尾の擬人化。尻尾と人ポケモンじゃない。尻尾タイプと人タイプ。さっきの計算力、計算力。どれなの。いや、ちょっと待って、この辺わかんないな。これだけかな。はい、エビワラ。はいはい、ケイさん。バーン、格闘。格闘、タダシさん。俺のソロ、格闘。え、ま、まじで。いや、いいんだって、なんかここはもういいじゃん。消してないだけだよ。消してないだけ、これは。正解、格闘です。おー、飛び単品。お、やったぜ、やったぜ。すごいね、ソロ格闘。格闘一本でやってんだ。そうなんだね。ね、だから自信ないんだよね。エビの尻尾？うん、なんか2個持ってる人ってやっぱなんかどっちに行きたいのみたいな、うん、ちょっと会社に入れるにはなんかそのすぐやめそうだから信頼感ない。やった方がいいやん、やれることは。もういい方がいいって絶対、今のご時世。次じゃあ誰だ、いいかな、はい、こいつとかむずいんじゃない。サンドパン。
うわ意味が分かんない、サンドパンね。サンドパン覚えてるんだよ、ケイさん。サンドパン誰が前だっけ、サンドパンは。サンドじゃない、サンドだ、うん、パンになると。カツの後、カツサンドみたいなことだよね。見て、合ってる、それで。エルチキで、エルチキバンズ買って、エルチキバンズパンみたいなことですね。合ってる。さっきから例え合ってるじゃない、合ってる。うん、え、こいつなんだ。ずっと見てんの、踊りだ。サンドパン見てんじゃないんだから。タイプはずっと見てんだ。覚えてんだ、でもタイプ。確かに覚えてるかもね、結構わりかし。よこね、はい、これかな。なんか今適当選んでるから偏ってるけど、出てないのまだいっぱいあるよね、多分。うん、はい、ケイさん。まあ、地面。はい、ダメさん。地面正解。単品。おお、やった。単品っていうのかっこいいね。ケイさんもそれやった方がいいよ。当たって、うん、単品で当たった場合に使えるやつね。単品。その名言でもなんでもないですよ。いつでも使ってください、別に。なかなか言えないからね。言えない、当てないと言えない、当てないと言えない。次ではレアコイル。おー、コイルだな。うわ、俺これが、これがその例の件だと思うな、俺。ん、例の件、例の件、単品。それ当たった時しか言えないから。はいはい、ケイさん。まあ、電気。ガヤさん。ば、電気鋼。うん、正解。電気鋼。おいし、単品。だ、第一世代では、第一世代では単品なし、うん、お、そうそう、だから変わってんのよ。お、これ単品じゃん。これどっち、これ両方正解。電気鋼にしましょう。やったー。どうかな。今どうした、今人格おかしかった、なんかバグバグってた、今なんか。あ、どういうの、エラー起きてたよ、なんか。なんで、たかしさんがすご。俺結構覚えてんの。覚えてる問題やってんの今。違うよ。いや、俺選んでたらそうだけど。俺選んでねえんだから、そんな。あ、これむずいんじゃない。じゃあ、あと2問ぐらいいくか。ルージュだ。うわー、あ、はいはいはい、これじゃない、俺覚えてる、覚えてる、覚えてるんだって、はい、俺こんなんだって、確か、はい、できた、出す、うん、じゃあ、待って、ゼロだよ、じゃあ俺。待って待って待って、早い早い早いって。早いんだよ。はい、計算。バン、草、エスパー。草、笑ってますよ、人の回答に。腐ってる。なんでよ。腐って思っちゃって。失礼だよね。失礼だな。大変そう。氷エスパー。正解。氷エスパー。あれ。そう、違うの、イメージが違いすぎて全然 俺と違うやんと思って笑っちゃってる。おかしいな。あの人なんか氷の面にいた覚えあるよ、めっちゃ。そう、めっちゃいたよ。そういう冷える技も使うっけ。なんか確かそうだよね。氷系だよね。確か。どうだっけ。草むらにいたらやだね、あの人。バカにされてるな、ケイさんも。うん、これ広いね。いやいや、さっきのお返しでやったとしたら。散々、散々ひどかったぞ。散々ひどかったね。今日の感じ。じゃあラスト。はい、ラスト、うん、ウツボット。あ、ウツボットって一番最後か、あのシーンが。ラスボス。ラスボス、ウツボットやでしょ。もっとミュウツーとかなんかいいでしょ、絶対。はい、これだ、多分これいけそうじゃん。これだと思う、はい。ケイさん。バン、草、虫。あ、虫。はい、ガヤさん。はい、バン、草、毒。正解は草、毒です。うーわー、タガス勝利。あーあーあああ、キモ点数なんだけど。ここまでいくとキモいんだけど。強いね。17点。あ、それでも結構いってんじゃん。17点。まあ、1で2入ってたからね。20何点って言われてもバレなそうだったね、今日。嘘ついてもバレなかった。バレなかったバレるよ、バレ。寿司に見えるし、タイプ草、寿司、寿司タイプみたいな、これ。ちょっと待って、寿司って書いてない、これ。寿司って書いてるね。書いてないよ。ちょっと確か毒っぽい技あるよね、あの駅、はいはいはい、駅が気持ち悪いみたいな技。そう、駅が気持ち悪いみたいな技。そんな技あった。駅キモ、駅キモ。1、2、3、4、5、26点ですわ。もう圧勝だね。圧勝ですね。むずいね、むずいね。逆に俺も知らないやつね、見た目で当てるのにね、見た目で当てるだったら、もう俺これ以降は知らないから、うん、ほとんど。ここまでは覚えた。ここまで確かに結構やってたからね、昔。やってたら覚えるんだね。ねえ、なんか確かに覚えてたね。意外と覚えてるわ、うん、結構好きだったからな。剣技飲まれるね、よく。そんな好きだったね。え、ちょそっからワンピで、多分。ああ、そういうこと。小5ぐらいから俺、そう、小4、小5からワンピになって、そっからポケモンが一回落ち着いちゃったからね。はい、はい、
はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。メインチャンネルじゃあ見てください。明日の楽しみまたね。なんとか勝てました。ちぃ、せっかく勝ったの。せっかく勝った。